さあというわけで始まりです。ロブフェラエドデムとフェラチンパンジーです。今回はファンタジックフィーバー3やってまいりたいと思います。これまたねお初の台でございますね。ルールとかも私実は全くわからないのでおっかなびっくりやっていくことになるかなって思います。まあただね格言の台があったんで、まあこちらでやったら美味しいんちゃうかなって思うんでこちらで美味しくなっていきたいなと思います。この次回スペシャルファンタジックチャンスって何なんだろう。スペシャルファンタジックチャンスはファンタジックチャンスの抽選のボールがいつもより多いみたいですね。いつものボールがどれぐらいあるかわかんないですけどなんか多いみたいです。あれ6は揃っちゃダメじゃない。あーいいっすね。揃え、ゴー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 。6はまずいっすよ。6揃ったら確信終わるんじゃん。終わんないのかな、カプコン。3連チャン。あ、格変終わらないんだ。何したら格変終わる。さあ、バトル上がりましたね。あーやっぱそういうことだよね。負けたら課金終了。やっとルール分かった。やるやん。あ、課金終わってました。お疲れ。ただこの回はさあスペシャルですよ。スペシャルファンタジックチャンス。普通のファンタジックチャンス知らねえのに。これは何球あるの。めちゃくちゃ数も。まあいろいろなやつ全部消せばいいんでしょ。これだけあればいけそうな気するけど。赤いいね。赤調子いいよ。あと1箇所。あ、いや、全然ダメだ。あーダメでしたね。お疲れ。あ、エクストラボール。あ、ここからさらにボール追加。強い。これがエクストラか。それは強いな。さあ、さすがにじゃあ、チャンス入れちゃうか。薄い位置でかます。それー、ああ、ダメだ。お疲れ。さて、これが普通の。普通のやつは、まあ、この間に入れなきゃいけないんだな。さあ、赤とか青だけに入れ。
さあ来るぞ。赤馬に。なんかこの交互のやつの方が入りそうやな。チャンジバトルーム。いや負け取りやないかーい。負けるの早っ。さあやってますよ。さあ当たってますよ。なんだろう、マーブルフィーバー味を感じる。ただ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 。さあ頑張ってぶち込め、ぶち込み、ぶち込み申す。ああちょっとつらめか。ああつらめだ。お疲れー。スッチャンバトルー。ほら、しまけ、ほら、しまけ。あー、これ、避けたりしないのか。あ、避けるね。やったぜ。タクヘラー。はい、チャンスバトルー。ほら、どうもしろ、どうもに。ここのさ、払い出しかっこよくない？これおしゃれよね、この払い出し。技術ってすげーって思う。そしてチャレンジバトルー。ほら、拳でうわー、よけろー。ほら、ナッパ。あとワンステップなんすよ。え？そんなんあり？継続。さあやつやさ、スペシャルファントスイクチャンス。これは行きたいね。さあ強いところ見せて。あなたの強いところを見てみたい。赤。青。さあ赤から1。来た。さあエクストラボールで。これちなみに青2個入ったらブルージャックポットもいっちゃう。両取り。エクストラボールいらなかった説。まさかの普通にいったわ。さあそろそろ来る。それー、あと1個。ほらぶち込み、ぶち込み申す。ブルーはいかなかったか。あれいった。ハッピーチャンス。なんだそれは。何？え？え？え、確率を。え、ほぼジャックポットやん。
なこれ。青入ればブルージャックポットで、赤入ればレッド。やばハッピー。わトモハッピー。それけ。これいけるぞ。あるよこれ、あるよこれ、あるよ。こい。それ。おいジャックポット、ジャックポット、ジャックポット。レインボー、レインボー、レインボー。あまだや。これまだや。いや緊張感やばいね。いや半分ジャックポットよ。頼むよ。それー。あー来る、そろそろ来るぞ。いけー。ドドドドうわーうわーうわー、お疲れい。俺ありとあらゆる女神見てんじゃない今日。はい寿司三昧。あーもう一丁三昧、もう一三昧、七三昧、あーまた三昧、ファンタジック三昧、お七三昧。よー長いな。女神さん悩んでる。どっちにしようかなーってなってる。あ、ファンタジック三昧。はい、ファンタジックチンポチュー。テンション上がりすぎてチンポコって言ってしまった。さあ、ファンタジックチャンス。入れちゃってもいいですよ。あのハッピージャックポットチャンス見たけど、まず私ジャックポットチャンス見ないと。それまだ見てないんで、普通のジャックポットチャンス。なんでレアな方から見るんだろうね。さあどうでしょうか。あ余裕でダメ。あやつさんスペシャルファンタジックチャンス。おーいっしゃー。あの取り上がってのやつよりはこっちの方が入りやすいと思うんだよな。横並びにいっぱいあるわけでしょ。でボールが結構固まることが多いから、やっぱこのスペシャルのファンタジックチャンスでジャックポットチャンスいかないとダメ臭いんですよね。そんな感じしてきた。やだ頼むよ。あいい感じ。ドリーチ。さあ3球で、3球で1球ずつ入れればまだあるよ。あるあるある。あーついに見れるかも。ついにワンチャンジャックポットチャンス見れるよ。わー頼む。
ってくれ、頼むから入れてくれ。ストレッチ、わーっと、よっ、ジャックポットチャンス入った。最初にブルージャックポットチャンス、青のポケットに入ったらジャックポットです。いや、それで考えたらさっきのハッピージャックポットチャンスやばくね。激アツやったやん。なんで外したん俺。あれ、あれ、うわー、入れてくれ、頼む。まあ、しばらくはねゆっくり見守ることしかできないので、まずは冷静に見守っていこう。はい、ぐる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 ポッサーミン。あ、さあもうそろそろかな。おらやー、ぶち込めー。あー、きつい。あー、やばいか。うわー、お隣さん。メダルやられましたね。700枚ぐらいマイナス。あー、でもどうだろう、1、2時間ぐらい遊べたから結構十分なのかもしれないですね。やっぱ昔のゲームはね、少ないメダルで楽しめるからかなりありがたいでございましたね。まあ、どちらのジャックポットチャンスも見れたんで満足でございます。本当はジャックポット見たいけどね。まあ、またの機会だったらファンタジックフィーバー3リベンジしたいなと思います。それでは今回こんにちは、お付き合いいただきありがとうございました。お疲れ。